古代のカリア・カリアは、アナトリア半島南西部の古代の地名。北にリュディア、南東にリュキアが接する。ドーリア人やイオニア人がカリア西部に植民し、そこにギリシアの都市国家を形成した。今のトルコのアイドン県、ムーラ県一帯に相当する。カリアの主要な都市にハリカルナッソスやカウノスがある。カウノスの石窟式の墓。 ヘルニズム風紀元前1250年頃のヒッタイトの碑文にはヒッタイトの西にある敵国としてルッカーと並んでカルキシャまたはカリアという名前が見えカリアを意味していると見られるヘロドトスによるとエジプト第26王朝のプサメティコス一世はイオニアとカリアの傭兵による軍事力を背景としていたそれを裏付けるようにエジプトの石室の土台には カリア語を記した、プサメティコス一世時代の碑文が残る。南の部辺に至るナイル川沿いに、カリア語の落書きが残っており、これらは、ヌビア遠征に従軍した、カリア人によるものと考えられている。その後、カリア本土を含むアナトリアは、アケメネス朝に服属するが、紀元前4世紀になるとサトラップであったヘカトムノスが、事実上の王としてカリアに君臨した。 ヘカトムノスの子のマウソロスは牽制を振るい、その没後には巨大なマウソロス霊廟がハリカルナッソスに建造された。紀元前334年にヘカトムノスの娘のアダはアレクサンドロス三世に降伏し、カリアの統治者として認められた。ヘルニズム時代にはギリシア化しアフロディシアスのような都市が作られた。紀元前2世紀に共和制ローマが セレウコス朝に勝利すると、アナトリア西部はマイアンドロス川を境に、ペルガモン王国とロドスに分割され、カリアの大部分はロドスに属した。紀元前129年に、ペルガモン王国はローマに編入され、ローマのカリア属州が成立した。ロドスも、紀元前42年に、ブルートゥスによって征服された。アフロニシアスは、名前の通り、 アプロディーテの聖地だったが、5世紀頃に、キリスト教家しスタブロポリスと名前を変え、東ローマ帝国のカリア教区の不主教が置かれた。12世紀に、セルジューク朝、ついでルームセルジューク朝の支配下に入った。ルームセルジューク朝が衰えると、カリアの地には、メンテシ公国やアイドン公国のような米陸が成立した。ありがとうございます。